年明けの築地市場の初競りにかけられるのでしょうか青森県大間町で超大物のマグロが水揚げされました昨日大間町に超大物のマグロが水揚げされましたその重さはなんと3 9 9キロこの大物を仕留めたのは大間町の漁師竹内正宏さんです竹内さんは去年の年末も重さ2 1 2キロのマグロを水揚げし 今年の築地市場での初競りで7420万円の最高値をつけました大間町では過去に440キロほどのマグロが水揚げされていますが今回はそれに次ぐ重さだということで地元では驚きが広がっています